おはようございます。2018年1月の18日12時45分です。よろしくお願いします。おはようございます。なんか指が切れてる。はい、解放お疲れ。こんにちは。はい、お疲れ。ごま36さんいらっしゃい。奇跡が起きて今日びっくりしたんだけど、腹筋がうっすら割れ始めた。ウケない。腹筋がうっすら割れ始めた。あれ？と思ってびっくりしたよ。体が変わってきた。ななみいらっしゃい。みーさんいらっしゃい。メガホンありがとう。このままトレーニングしたらボクサー体型になるのかな。ゆむこさんいらっしゃい。お疲れ様です。このままやったらボクサー体型になっちゃうのかな。どうなんだろう。すげえ面白い。腹筋が割れたのなんか中学生ぶりだよ。割れたっていうか、うっすらラインが出始めたぐらいなんだけど、このままやったら割れるね、多分。チョコ腹筋ね。板チョコ。シックスパックってよく言うけど、俺遺伝でさ、8パックなんだよ。腹筋が6個になるか8個になるかって遺伝らしいよ。だから、なんだっけな、10個の人もいるんだよね。珍しいけど、腹筋の割れ方。俺多分8パックなんだよね。だからドラゴンボールとかシックスパックとかさ、小学生の時こうやって触って、えって腹筋って
6個じゃないよなとか思って、最近ねバッタバタだね、忙しいね、めちゃくちゃ忙しい、ジムに通うのとシルバー作るのの毎日だね本当に。昨日も朝の4時に寝て、まあまあ8時間睡眠取れたから全然いいんだけど、結構忙しいよ、うん、本当に追われてる追われてますね。配信はまあまあもうね、ただ普通に息を吸うごとくできるから配信はもうそんなにストレスにはならないよ。配信はもうずっとやってきたからね、配信は平気、もうライフワークだね。ペコはね、すごいいいよ。ペコはいい鳴き方するようになったよ。全然懐かないけど。狂ってるぐらい懐かないけどね。のんちゃんにべったりだね。のんちゃんが手の中でずっと育てたから。あれですよ。うるせえよ、バーガー。質問どうぞ。ロン消えろ。やばくねえわ、全然。やべえのはおめえの頭だ。自分の人生心配しろ。質問どうぞ。囲いはダメだよ。囲いがいるとダメになるんだよ、配信者は。厳しいんじゃなくて、囲いってもともと悪い言葉なの。最近よく使われてるけど、あれはツイキャスの人たちが間違えて使ってて、もともと囲いの語源って囲い込みから来てるのね。だからニコ生勢は囲いって悪いっていう風に覚えてる。囲いっていいことだと思ってるでしょ。あのさ、例えばジャニーズジュニアとかでさ、コンサートがあって列に並んでる人とか普通のファンじゃん。で、囲いっていうのはキャー何々くんっつって囲い込む人たち、他のファンに迷惑かけるでしょ、一般人とか。だから配信者をこうガチガチに囲い込んで一般リスナーを寄せ付けない存在っていう意味で悪く使われてたの。囲い気持ち悪いとか囲いうざいとか。カスミンさんいらっしゃい、楽しんでってください。和道です。で、
その悪く使われてたのが、ツイキャスの人たちとかはネット文化わからなくて、あ、囲いってファンの熱烈なファンのことなんだって勘違いしちゃって、囲いがいい言葉に変わっちゃったの。囲いって本来アンチになる人だから、本当はいたらダメなんだよ。純粋に応援してくれるファンを作っていかないといけない。ガチガチの囲われてる配信者って閲覧伸びないでしょ。一般人を寄せ付けなくなっちゃうの。だからいつも言ってんのは、囲い とアンチはもう一緒だから、俺はいらないって言ってる。囲ったら負け、囲われたら負けだね。囲いはダメなんだよ。盲信的ってことは周りが見えないってことだからね。そう、だから純粋に応援してくれる人いっぱい集めるのが一番いいんだよ。配信者なんだ、タロット占い師カスミンさんは。頑張って。まあ配信で頑張るもんじゃないと思うけどね。楽しいのが一番いいよ。頑張るもんでもないよ。なんかタロット占いだとあれが面白かった。トランプって時間を占うタロットカードの補助カードだったっていう話があるの知ってる？あの暦って365日じゃん。あの1から13って周期を表してて、あのハートスペードダイヤクローバーっていうのは、四季を表してて、で4あの13週かける4、13×7 には7日間、13週間だから 13×7 日って計算すると91なの。かける4で364日なの。で、1枚足りないじゃんって、暦じゃないじゃんって言うけど、もう1日はジョーカーなのね。で、ウルード氏ってあるじゃん、4年に1回の。それがジョーカーのスペアカードなんだって。だから、タロットで占いが出て、あのトランプでめくって、この週のこの季節のこの週のこの日にこういうことが起きますよっていう補助カードだったんだって、トランプって。面白いよね。全然タロットとか詳しくないんだけど、誰かに教えてもらったよ。うん、なんか占い師の人に教えてもらった。深いっていうか面白いよね。意外だよね。初見さんいらっしゃい、花いぼさんいらっしゃい。おー、ロハコさんはどつ、おはよう。おはよう。
タロットの起源ってあれ何なんだろうね。タロットは全然詳しくない。タロットの起源って何なの？ねえ、疲れちゃうよね。よくないよね。俺もあんまりそういうのは好きじゃないから。同意見かな。語り出すとここには書ききれないか。ガメラさんの放送、あ、ガメラさん放送やってんだ今。カメラさん、カメラさんいないね。キャスやってんのかな。はいはい、いってらっしゃい。またね。来客とか珍しいね。放送終わったんだ。マガありがとう。カメさんおはよう。
はいはい、また遊びに来てね。いらっしゃい。いらっしゃいさい。はいはい。おい、おつパイセンワドツー、おはよう。おはよう。ふう。エンマさん、おはよう。腹筋が割れ始めた。奇
跡でしょ、エンマさん。風船ありがとうね。腹筋が今日起きたら鏡見て、えっと思って、腹筋がうっすら割れ始めたの。ラインが出てきたっていうのかな、びっくりして、俺はどうだよと思って、なんで体変わり始めてんのと思って、奇跡だよ本当に。俺からしたら体が変わり始めた、奇跡でしょ。笑うっしょ。ちょっと俺もしかして数頃までにこのペースで言ったら腹筋バキバキになるよ。誰あいつみたいな、なんで腹筋割れてんのあいつみたいな。やっぱハードなトレーニングやると痩せるね。まあもともと痩せやすい体質ではあったんだけど、うん、あれですよ、まさかここまで劇的に変わるとは体が。おはようございます。バキバキではないわ、体ポニョンポニョンだわ、ポニョンポニョン。見る、体見る、俺の見たくない別に。朝からサービスショットしようか、男子妻リスナー生つばもの和道の肉体美ビフォーアフター。鮫島さんと和道さんが新宿にいた時、体つきいいなと思いました。エンマさんいたの、うーん、見せましょうか。え、多分ね、ちょっと変わったよ。そんな劇的に変わってないけど、全然なんかこう張ってるよ。はい、和骨行くぞ行くぞ。腹筋がこの辺カット出てきてんの分かる？めちゃめちゃなんか強そうになってるでしょ。お腹もペッコリだったのが、全然違うっしょ、全然違うっしょ。これ割れるぞマジで。これ割れるぞ本当。くびれてきてるでしょ、びっくりするっしょ。全然違うっしょ。ここもちょっとうっすら横線入り始めたっていうか、痩せたっつうかね、締まってきたんだよ体が。これこのままいったら多分痩せるよ。ね、肩の筋肉ついたらかっこよくなりそうだよね。だよね、デブじゃなくなってるよね、ちょっとね。もっとひどかったじゃん、ひどい腹だなっていうのだったでしょ。変わったでしょ、たった20日間で変わるもんだよな。直樹兄さんだよ。肩、そうだね、肩周りの筋肉あった方がやっぱかっこいいよね。あー、そうだったんだ、ごめんねエンマさん。うん、すごいよね、びっくりだよね。まあやってみるもんだよな。
ねえ、本当に多分半年間でしょ、このペースでいったらマジで、あら、いいじゃないってなるよ。ワド君いいじゃないって、ワド君素敵じゃないって。さすがにてるちゃんみたいな細マッチョみたいにはならないと思うんだけど、のお気に入りさんとやるよ。ご飯進んだ。 こう脱いでもいい体になってきたよ。脱いでも、あら、いいじゃないって。和田君いいじゃないって。そう、デブではなくなったよね。今多分一般的な評価デブじゃないよね。ちょいポチャぐらいでしょ。前はデブだったけど、完全な。10日前までデブだったからね。直樹兄さんっていうね、古い配信者の人だね。捨て頃はね、どうなんだろう、ちょっとわかんないんだよね。一応ね、乳首ワンはなしになったらしいよ、ツイキャス。あら、いいじゃないっつってね。ふふ。ふせ、ありがとう。結構有名な人だよ。なんかツイキャスもフォロワー3万人ぐらいいたよ。結構有名な人だよ。10代の頃1回だけ痩せてたことがある。中学生の頃1回だけ。もう3ヶ月間走り込んで、で、腹筋が割れてたことは1回だけある。でもね、これがね、本当に面白いんだけど、体重さ、何キロだと思う？体重今。見た目は痩せてるわけじゃん。体重何キロになってると思う？ちなみに捨て頃の試合の時は72キロだったの。タラチャって何？75キロなの。体重3キロ増えてこれなの。びっくりしない？マウイさん。体が締まってってる、顎も引き締まってってるのに、身長170ですね。あんこさんいらっしゃい。びっくりするでしょ？体重3キロ増量して体が締まってんの。今みたいに腹筋割れ始めてんの。びっくりするでしょ？人間の体って。俺筋肉つきやすいの、ガキの頃から。そうだよ。俺今75なんだよ。めちゃめちゃだから重たいの。増量してんのよ。だから本来俺の体重とかだと普通の人64キロとかなのよ。筋肉重いの。そうそうそう。だから脂肪が燃焼されて筋肉になってきてんの。あ、タラちゃんのイメージなんだ、直樹兄さんって。そう、筋肉の方がね、何倍だっけな？ 1.8 だっけな？ 1.8 だか1.4だか忘れちゃったんだけど、比重的にはめちゃめちゃ重たいの。ドルさん80、いや、ドルさんもっと重いと思うよ。ドルさん85はあると思うけど。だからドルさん結構締まってるんだよね。あとね、骨密度が異常に高いんだよね、俺。骨が太いの。だから1回のトレーニングでだいたい2時間で1キロ落ちる。俺は。そうだよ。一回ね、こう体重計乗って、こうジム行って、帰りにすんごい汗かくけど、1キロ分汗かいて、代謝がめちゃくちゃいいの。1キロ分汗かくってすごいよね。だからペットボトル2本分の汗かいてるってことだもんね。やば。ペットボトルで俺の汗ドリンクとして売り出そうかな。和銅水って言って。スーパー和銅水。ファン喜ぶでしょ、俺の。和ドタンの汗っつって。 キモい。あ、すいません。青春してるよ。ブーメランパンツね、似合いそうだよね。わ かるかも。
トレさんのスポーツウェアかっこいいんだよね。あ、俺もっと痩せてるイメージだった。全然痩せてない。鳥になりたいさんいらっしゃい。久しぶり。メガホンありがとう。こんにちは。久しぶりだね。元気？ポカリの入れ物にね。そう、でもポカリスエットって海外で戦略失敗して売れなかったんだけど、あれスウェットって汗って意味だからね。で、確かポカリが牛って意味じゃなかったかな。牛だか馬だかって意味で。馬の、なんかの動物のおしっことか、なんかの動物の汗みたいな、商品イメージとしてめちゃめちゃ良くないんだよね、スウェットって。スウェット。外人が見たらギョッとするような。あ、元気だった。よかった、よかった。嬉しいわ。もしかして今年入ってから初めてコメント？今年もよろしくお願いします。鳥になりたいさん、久々な気がすんな。こっちのほとんどのスポーツドリンク。え、マウイさんって海外に住んでるんだっけ？オーストラリアっつってたっけ？あれ？海外の人だっけ？パワーウェイドは知らないな。パワーウェイドって聞いたことない。あ、オーストラリアか。そっかそっか。パワーウェイド。どんなパッケージなんだろう。あ、出てこないわ、ググっても。パワーウェイドで出てこない。全く画像出てこない。薄めて飲まないと余計喉乾く。あ、挨拶はしてたか。ごめんね、ごめんね。申し訳ない、それは。失礼しました、大変。なんか今年初めてっぽい感じな印象だった。俺の中ではもう、なんか、去年ぶりだったんだよね、感覚としては。申し訳ない。昨日は練習マジできつかった。アケリアスは俺ダメ。ポカリスエットの方がいい。ポカリを半分か3分の1ぐらいに薄めたのが一番飲みやすいかな。アクエリアスはちょっと酸っぱいんだよね。苦手。オッケーオッケー。いや。なんかね、スポーツやってると水も美味しいんだけど、辰彦の合同練習会の時、あ、メガホンありがとう。辰彦の合同練習の時に、あ、脱水症状を起こしちゃって、水ガバガバ飲んでもずっと、もう水がなくて、喉が渇いてる状態の。いくら飲んでも。で、冷や汗だんどんどん出てくみたいな感じで。でもね、のんちゃんがスポーツドリンク買ってきてくれて、それ飲んだ瞬間治ったね。だから多少入れといた方がいいと思う。運動するときは。スポーツドリンクは。なんか体のことがだんだん分かってきたね。運動するときは、ご飯は何時ぐらいに食べて、どれくらいの量を食べた方がいいとか、帰ってきて食べた方がいいとかね、体が教えてくれるんだよ。本当に面白い、スポーツをすると。体が今ご飯いらないよとか、今がっつり食べないとダメだよとか、食べ過ぎると動けないよとかね、
その日に教えてくれるの。いや、いいっすよ、パンさん。ボクシングは本当におすすめで、なんて言えばいいのかな。殴り合わなければね、あれ健全なスポーツっていうか、超運動量が激しいスポーツだから、体超引き締まるよ。ボクサーで悪い体してる人いないもんね。女の人も結構通ってるんだけど、みんなスタイルいいし、うまいんだよね、女の人。センスある人ね、すごいよ。体柔らかいから、ハイキックとか普通に打ってるもん。パワーはないけど、フォームはめちゃめちゃ綺麗。女の人は。やっぱあれだね、ジムに通ってる人ってスタイル多い人いいね。スタイルいい人多いね。格闘家って試合後のリバウンドすごいんですよ。格闘家はね、大体ね、15キロぐらい太ってる感じ。15キロとか20キロとか。とんでもない量食うから、普通の人の3倍ぐらい食ってるもん。3倍、4倍。もう焼肉とかすごいよ。ご飯とかも5杯ぐらい食うし。エネルギーの消費量が半端じゃないから、もう尋常じゃないぐらい食う。その分、なんつうの、運動量で、あんだけガリガリになってるから。だから格闘家の人って試合前こう張ってるよね、体が。でかいよね。俺もだってご飯大盛り2杯とか、この前大盛り2杯のカレーライスとつけ麺食ったかんね。それくらい食わないと体が持たないんだよね。もう食え食え食えなの。録画します、します。やりますよ。いつもの通り録画班です、僕は。もちろん解説枠もやろうと思ってるんで。水抜き？ああ、減量か。減量は地獄だろうな。俺は減量経験したことないけど、親父に聞いた話だと、これ、親父漫画とか一切読まない人なのね。漫画とかアニメとか大嫌いだから。で、親父の体験談、親父、プロの格闘家だったんですよ。で、減量のこと聞いたことがあって。まず、お風呂に浸かったらダメとか、シャワーに浸かれないんだって。シャワーに浸かると体重増えちゃうんだって。0.5ぐらい。吸収しちゃうんだって、肌から。それくらいガッサガサの乾燥状態になるぐらいまで。ほんと、干物だっつってたよ。で、もう、試合2日前ぐらいの状態になると、3軒隣のアパートの水の水滴の音とか、水の匂いがわかるんだって。もう水が飲みたくて。水の匂いがするって。あと、ポチャンとか音とかにすごい敏感になるんだって。もう地獄だって言ってたよ。で、親父何キロ落としてたって言ってたかな。親父もやっぱり15キロぐらい減量してたんだよね。俺と同じ、全く同じ体格なのに体重何キロあったかな。体重80キロぐらいあったよ。すごい、もう肩とかが全然違うの。若い頃は。拳とかもでかかったし。今でもね、後遺症で歩き方おかしいんだよね。聞いてみたらやっぱり膝壊してるらしいよね。いやー、やばいでしょ、減量は。で、その状態で戦うんだもんね。どんだけ拷問だよって。減量して戦うんだもん。すごいよね。体重を合わせる。汗かくと肌になる。っていうかね、肌がね、すごい今、ツヤツヤなの。はーい。ジム頑張ってね。奇跡はね、体がね、腹筋が割れ始めた。で、さっき脱いだんだけど、メガホン200個ありがとう、さやちゃん。脱いだんだけど、え、デブじゃないって言われたよ。体重74キロで3キロ増量してんだけど、痩せてるって。セックスしちゃいけない理由は、俺はセックス全然してるし、オナニーもしてるからあれなんだけど、なんかその男性闘争本能みたいなのを引き出すためだって。見る？今初ためでこんな感じ。
デブじゃなくなってるでしょ、うん、ちょっとうっすら縦の線とね横の線が入り始めた、くびれ始めて、ここの肉がねそぎ落とされてきた。20日でこれはすごくない？もともとあの体でねえ、結構変わったでしょ。これ半年後バッキバキになるぜ。腹ポコどころじゃないよ、腹妊婦みたいになってたの。本当に妊婦だったんだよ。全然変わったでしょ。さすがにこれ見た目でわかるでしょ、みんなも変わったって。イケメンになるかねわかんない。顔の作りは変わんないんだ。でも体重は3キロ増えてる。顔イケメンじゃないよ。びっくりするでしょ。だから朝起きて鏡見てあれと思って、今日びっくりしたかな。さすがにちょっと痩せてきたなとか体張ってるなとは思ってたんだけど、今日は見た目で変わった。あんこさんパフェありがとう。サービスショットですね、団地妻に向けてね。毎日ね、ツイッターに書いてあるけど見てみます。ねツイッター見ようか。ちょっと待ってね。もしよかったらツイッターみんなフォローしてください。僕どんなトレーニングやってるかとか全部書いてるんで、ちょっと待ってね。こんな感じでねツイッターあるんだけど、まあ例えばなんだけど、こうやって半年ぶりにロードワーク5キロ走るのに40分かかった、捨て子の練習1日目ってね。で、あの感想も書いてるんですよ。とてもじゃないけど1ラウンド戦えないと感じたとか一言添えて、練習2日目ジムに行ってきた全身ボロボロとかで、3日目キックボクシング1時間、ボクシング1時間ストレッチ 0.5 とか、ボクシング1サンドバッグ 0.5、 左フックの練習たくさんしたとか、ストレッチ&シャドーボクシング 0.5、 ボクシング1時間サンドバッグ 0.5、 2時間とかね。うん、でワンツー左フック左ボディとか、こうコンビネーションとかね、1時間 0.5、 2時間半、まあ、2時間前後だね。ロードワーク40分、5キロノンストップで 2.5 いけた。で昨日がこれかな、練習2時間、コーストレーニング2時間、今日のコーチは今までで一番厳しかったとか。ツイッターね見てもらえると全部追っかけられるんで、うん、ミッチさんもしよかったらツイッターフォローよろしくお願いします。日記みたいにしてるね、一言日記みたいな。うん、まあ大体2時間ぐらいですかね、毎日2時間前後っすね。おいガチマッカメワドツおはよう。あ、いい感じかな、すごく。肩もだいぶ柔らかくなってきたもんな。だいたいね、2時間要はトレーニングする前に体重を測って、トレーニング終わりだとね1キロぐらい体重が減ってます。それくらいやってる。もう汗がねこう T シャツとかビチャ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 ってできるぐらい、うん、いや本気でやってるもん。昨日なんかさすがにもう声出しながらやってたよ、うん、ジロジロ見られたよ。もうすげえ追い込む人で、コーチがバンバン服とか浴びせてくんの。ガードガードガードみたいな、バチンバチンみたいな、すいませんっつって、うん、はいはいみたいな、はい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 みたいな、うわっうわっみたいな、何やってんだろうと思って超恥ずかしかったけど、他の人もね、なんか男の人とかなんかこの人本気でやってるなと思うと追い込む人なの。
女の人とかは優しいんだけど、あの、あい、あい、もっともっと腰入れて回転とか、もう本格的な人はガチ勢なの、ボクサーで。すげえ良かった。で、週1回その人の、あのコースがあるから、この人は絶対行こうと思ったね。一番厳しかった。なんかお気に入りのコーチが3人いて、この3人の人は通おうと思って。うん、奇跡起きた。チャンさんいらっしゃい、和道です、よろしくお願いします。そう、デブだったのに腹筋が割れ始めた。背頃用にトレーニングしててね。昨日のコーチめちゃめちゃ良かったな。さすがにちょっと引くぐらいやったよ。これ本当のボクシングジムでしょみたいな。ミットを3回持ってもらったけど、すごい上手くて、コンビネーションずっとやらされたんだけど、はい、ジャブ、ジャブ、ジャブ、みたいな。パン、パン、パン、はい、ワン、ツー、パン、パン、みたいな。ワン、ツー、スリー、フォー、つって、ジャブ、ストレート、ジャブ、ストレート、左ボディ、左フック、違うな。ジャブ、ストレート、左ボディ、ストレートのフォーか。から、ファイブのコンビネーションまでやるんだけど、あとフックストレート、フックストレートっていうインファイターのスタイルだね。すげえ昨日面白かったね。 Bluetooth 苦手なんですよ。あの、もともと PA やってて、僕あのライブハウスで音響やってたんですよ。だからね、どうしてもね、 Bluetooth は良くないイメージがついちゃってんですね、自分の中で。僕はあの、オーディオテクニカのヘッドホンつけてますね。無線はね、音が劣化するんですよ、必ず。ギターとかもね、あの無線使うとやっぱ音が細くなるっていうのかな。Bluetooth イヤホンはね、あんまり考えてないですね。配線があった方がいい。オーディオテクニカ心地いい。あのね、前のね、5年ぐらい前のモデル使ってたんだけど、ずっと。最近ね、このカップがでかくなっていいですね。耳に負担が全然ない。ここに耳が入るから。うん。だからその AirPod っていうやつはあんまり賛成ではないかな。なんかすごくいいらしいけどね。まあ音楽は聞かないから、携帯電話で。あれくらいだったらいいかもしれないけど、やっぱり放送とか音を作る環境っていうのは、みんなに届けるときは必ず有線のヘッドホン使いたいですね。キャパどれくらいなの？じゃあ俺ライブハウスの店長が自営業初めてだから、キャパ120ぐらい。キャパ120の箱をやってたの、1年間自分で。でボロボロの店舗だったから、もうできたばっかりの、スタッフ一新してたから、照明も PA も全部自分でやってて、最初は。音響は自分がメインでやってたね。うん。キャパ120ぐらいの小箱。だプロアーティスト5組ぐらい出たよ。チョリスさんいらっしゃい、おはようございます。今でも結構有名らしいよ。うん、売れてる人いるね。すごいすごい。だから一回ね、俺が興奮したのね、ブッキング失敗したんだけど、ブラックマンが出そうになった時は感動した。ブラフマン、あのスケジュールブッキング私できるよって言われて、マジでっつって。でもツアーとかぶっちゃって、だからねバックホーンっていうバンドとかね、ノーザン19、ノーザン19ってバンドとか、うん、もう今でも売れてるらしいよ。バックホーンとかノーザン19とか知ってる？ガチワカメのインディーズだった頃、マジブラフマンライブよく行ってた。バックホーンも行ってた。あ、バックホーンも行ってたんだ。うん。そうそうそう、サウンドハウスめちゃめちゃ歩いて近所だから、うん、バックホーンもブラフマンも好きなんだ。あ、で、あのバンプオブチキンのドラムさんが彼女とデートで来てくれたらしいね。俺は仕事してたからあれなんだけど、客がざわついてて、おい外行こうぜっつって、で何っつったら、なんかそれが面白いのが、ライブハウス田舎だから、ライブハウスは中でできるんだけど、外で焼き鳥屋やってたのよ。そう、外で焼き鳥食えるライブハウスだったの。いいでしょう。
あ、彼女さんとデートで来てくれてたね。バックホーンって有名なの今。バックホーンなんか5、6回出てくれてたよ。ほぼレギュラーですごかったよ、バックホーンの人。うん、そう。あと俺が一番すごいなと思ったのは、パフォーマンスすごいなっつったインディーズシーンで有名なマシリトさんっていう人、わかるかな。マシリトさんはすごい良かったね。そうだね、20年前ぐらいだね。俺が19歳の時にやってたから、ライブハウス。今何歳？32歳の11年前だね。あ、20代前半じゃないか。11年前ぐらいの話、それ。バックホーンって出身どこなんだろう？東京なのかな？なんかハイエースの機材で、やっぱ毎日回ってたよ。地方から来てたのかな、バックホーンって。でも相当出てくれたよ。めちゃめちゃ礼儀正しいね、バックホーン。毎日ライブだっつったもんな。ああ、そうなんだ。もう俺全然わかんない。うん、話わかる？え、ガチワカメ、インディーズシーンわかる？俺さ、元八幡でやってたさ、チェリーレズロリータっていうバンドすげえ好きだったんだよね。千葉のライブハウスのシーンわかるかな。チェリーレズロリータっていうね、女性ボーカルのバンドがあるんだけど、そう、すげえ好きだったね。東北とかだっけ、バックホーンって。じゃあ結構遠くから来てくれてたんだな、すげえな。チェリーレズロリータ知らない？あとね、ビジュアル系のシーンだとね、メトロノームさんとか、俺のライブハウスにはビジュアル系の人出なかったんだけど、メトロノームさんとかすごかった。東北なんだ出身、ありがとう教えてくれて。インディーズでもすげえいいバンドいっぱいあったんだけどね。俺がね、この人絶対売れるわって思ったのが、千葉県出身のゴールデンモンキーっていうバンドがすげえ良かったね。メロコアなんだけど。ゴールデンモンキー。いや、大変じゃなかったね。うまくいってたね。すげえ楽しかったよ。もともと音楽で飯食いたいっていうのが最初の夢で。で、19歳の時にそれに達成したから、で、資本主義とか全然興味なかったんだよ、会社の経営とか。でもそこでね、自分で何か、やりたいことで仕事にするっていいなっていう感覚を身につけて、で、起業してたんだよね。なんか事業っていいじゃんって思って。そう。なんかそのライブハウスやっぱ店舗運営やってると、経営者の人たちの会合とかに出るようになって、で、やっぱ19歳だから可愛がられるわけよ。お前19歳でやってんの？みたいな。で、面白いって言ってもらえて、で、なんか経営者と仲良くなって、経営って面白いなと思って。ブッキングが大変。ライブハウスの経営で言ったら、ブッキングマネージャーをいかに優秀な人をつけるかだけが勝負。最初は。あとは、もうお金かけて、あとは機材の勉強してっていうのは、まあ、当たり前だから、どこのライブハウスもね、やってることだから、いい音出すなんていうのは、そこの勝負は当たり前なんだけど、経営の鍵はね、ブッキングマネージャーだね。優秀なブッキングできる人といかに組むか。それでもう、ライブハウス決まっちゃう。
まあでも朝までもう楽屋でライブハウス終わりで楽屋でみんなで飲んでたな、朝まで。すげえ楽しかったな、夢みたいだったもんな。1年間本当にみんなとプロ行くとか行かないとか、みんなで盛り上げようとか、すごくアットホームなところでよかったよ。バックナンバーが売れた。音楽ね、全然、いや、なんかベタベタなのしか聞かないよ、俺は。いや、パンクだけじゃないよ、全然。メロコアも、だからパンク？メロコアと、あと、なんだろう、ハードコアみたいなのかな。あんまり、ベタベタだよ。なんかみんなが聞いたような、当時。そんな詳しくなかったね、音楽は。なんだ、かじってるぐらいじゃん。演奏もうまくなかったし。リンギンパークとかね。スラングわかんないですね。リンギンパークね、死んじゃったよね。まあみんなが聞いてたような聞いてたよ。CD すごい持ってたのにな、200枚ぐらい持ってたのに。なくなっちゃったよ。え？って何？ 200 枚ぐらい持ってた CD は。コレクターっつうかね、収集癖があったから。俺ボーカルじゃないよ、俺ドラム。俺はドラムずっとやってたね。ドラマーですね。ドラム、へっぽこドラマー。3000枚も持ってるんだ。味がいなのかな？自殺なのかな？どうなんだろうね。あんまり追っかけてないけど。ちょっと悲しかったな。いや、テーマカラー赤じゃん。窓っつったら。赤、黒、白しかね、使えないから。縛りを入れてるからね。窓のテーマカラー赤、黒、白。赤、黒、白以外は身につけたらダメっていう縛りを入れてる。黒好きだね。黒が一番好きだね。落ち着くっていうか、なんだろう。黒が一番美しい色だと思うね。なんか根源的な色っていうか。白もあんまりイメージない。そうだね。白身につけてないね。黒と赤って感じだよね、今は。風船ありがとう。確かに。暗い色似合う。あ、そうだね。そういうイメージだね。自分でも。黒をベースに赤を入れるっていう。アンドゥムメルム、わかんねえな ググってみるわ。アンドゥム、
アンドゥム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 ルムアンドゥムルメステル、わかんねえよ。アンドゥム読めない。あ、かっこいいね。高そう。高いんだ、めっちゃ高いんだ。めちゃめちゃおしゃれじゃん。あー、かっこいいかっこいい、好きだわ。かっこいい、かっこいいね。ハイブランドなんだアンドゥムは。グノコチョウワタツー、かっけえな。でもこれ細い人じゃないと似合わなくない、このブランド。俺結構骨格太いから。うわ、こういう服着たい、こういう服、こういう服めちゃめちゃ好き。こういうファッションやりたいんだよね。こういうファッション、こういうの憧れる。めちゃめちゃかっこいい、これ。これもうドストライク。こういうの。ゆったりした服。ライダーはね、赤っすね、ライダースは。持ってきます。普段着てるライダース。モード系なんだ。赤白っすね。赤白。あ、そか、縁が白だね。合ってる合ってる。赤黒白こんな感じ。よくね、お前ウルトラマンの隊員かよってバカにされるんだよ、リスナーさんに。なんかの戦隊もののヒーローですかって、ヒーローの普段着ですかみたいな。そうだよって。ヒーローだよって。スーパーヒーローだよって。なんかファッションセンス独特らしいね。ガキの頃からバカにされてるんだよ。ひどいって。いや、なんで笑うの？みんな笑うんだよね。かっこいいじゃん。これ、もう毎回着るたびに笑われるからな。これこれこれ。なんで笑うの？そんなに変？そう、ウルトラの隊員ですかみたいな。いや違うけどって。これかっこよくない、このジャケット。ダメ？ダメかな。普通にいいと思ったんだけどね。ここ閉まるんだよ、ほら。あんまり趣味じゃない。え、めちゃめちゃかっこいいじゃん。ここ閉まるんだよ。ここ閉まるんだよ。ねえ。ゴジラに出てくる司令室。ここ閉まるんだよ、みんな。考えたことありますよ。ここ開くと赤い、白だよ。ポイント、ここめっちゃ大事でしょ、ここ。ヤナラッキー、こんにちは。ここにもポケットあるんだよ。ここにも。ありますか？こんなところにポケット。ここにもあるんだよ、ポケット。ありますか？結構そういうのある。いや、新しい服じゃないよ。ずっと着てるよ、もう。2年ぐらい着てるよ、これ。うん。普段 T シャツのイメージがついてるからね。ファスナーだらけですよ。なんかね、受けが悪いんだよね、俺のファッションは。しかもこれね、爆笑したのはね、そのブランドどこで作ってんの、どこの国で作ってんのってなって、リスナーに聞かれて、いや俺も知らないけど、なんか日本じゃないのって聞いたら、日本でその値段で買えねえだろっつって、ここ見てみたら、メイドインパキスタンって書いてあるんだよ。パキスタン、俺生まれて初めてメイドインパキスタンって見たんだけど。パキスタン製のジャケットだから。持ってないでしょ、メイドインパキスタンの服。俺持ってるよ。メイドインパキスタンって書いてあるからね。聞いたことない。なんかパキスタンは結構革ジャンがそう安く作れるらしい。朝がいいんだ、パキスタンは。パキスタンかと思って。パキってるね。
朝がいいんだ。お腹すいたな、そろそろご飯食べないとまた吐いちゃうな今日。H&M か。俺だけどこのね、リーバイスのヴィンテージのジーパンと、まあ、T シャツ、無地の T シャツが一番楽だけどね。もうこの T シャツ自体20着ぐらい持ってて、うん、着回してるんだけど、もうそろそろ買い替えたいな、何着か。ボロボロになってきたから。無地の黒 T が一番楽だね。かっこよくさ、体スタイル整えてたら何でも似合うよね。 T シャツファミリーマートの無印良品ファミマで買ってるの無印。花火ありがとうガチワカメ。スポーツウェアとスーツか。あ、仕事の人って感じだね。うん、なんかね、一番安くてそのなんか着心地がいいの。俺ね、服選ぶとき素材を見るの。素材を見るっていうかね、服をこうやって触っていくの。まずその着れる素材かどうか確かめるんだよね、うん、あ、そうなんだ、ラム革製。これラムなのかな、うん、パキスタン多いんだ。あ、っていうかよいこさん革好きって言ってましたもんね。そういえばパキスタン多いらしいよ。メイドインパキスタンって書いてある。っていうかさ、これ1300円でさ、これ買ったばっかりなのに先端折れちゃったんだよね、うん、まだこれでもなんとかなるけど、買ったばっかりなのに折れちゃったよ先端。そう、残念です。セミスライバーじゃなくてルーターの先端、ウィーンってやるやつの先端なんだけど、買えば。うん、ちょっとこれもう一本買いに行こう。もったいねえ。お、ダンボールいらっしゃい渋いドラマ見てるな。落ちちゃうよねちょっとね、うん、かわいいかわいい、ダンボールいらっしゃい。総研の女が大好きなんだ。次の髪型、んー、どうしようかな。捨て頃の時にがっつりやろうと思ってるけど、髪の毛黒くしようか迷ってるんだよね。うん、髪の毛を黒くしようか。ちょっとそのテレビの業界の人とちょっとお話しさせてもらって、勉強させてもらって、ちょっとブランディングとかさ、自分のイメージの戦略とか、その10年先のビジョンとか伝えて、アドバイスもらえないですかって言ったら、和道さん多分サブカルで知識人っぽいキャラで行きたいんだったら、スーツ着たりとか髪黒くしたらどうすかっていう、ちょっとなんかバンドマンっぽいイメージと話してる内容にギャップがあるから、イメージ戦略的にはスーツ着てなんかこうかっちりした格好でああいう話したらウケると思いますよみたいな。なるほどと思って、黒髪の方がいい。
みんな的に赤い髪結構気に入ってたから、と思ったんだよね。今のこの髪気に入ってるんだよね。すごい、ちょっと迷ってる。赤い髪のまま行くか、そのギャップがいいのにっていうか、ギャップを作る戦略だったんだけど、なんかそれだとテレビの、そう、テレビとかに出演するチャンスとか逃しやすいんじゃないかみたいな。そう、黒だったら黒の写真なんかいっぱいあるでしょ、うん、ピーカブースタイルだったんですけど、ちょっとね最近変わってきましたね、ピーカブースタイルから。本当はピーカブーでデンプシーロールかぶちかます予定だったんだけど、全然スタイルが変わっちゃってる。今普通のインファイターになってる。赤髪でも俺2ブロックばっかりだからな、伸ばすのが似合わないんだよね。まあまあ清潔感あってちゃんとセットしてればいいと思うけど。赤い髪似合う、うん、そう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 、マイクタイソン、マイクタイソン、マイクタイソン、タイソンスタイルで戦いたかったんだけど、あれはねタイソンのバネとかお尻の太さ、太ももの太さ、要はもう体幹がめちゃめちゃいいからできるんだっていうのが分かって、あれはちょっとその違うなっていうか、あのファイトスタイルじゃねえなっていう。あんなね天才が何十年もやって作り上げるスタイルだから、ちょっと自分にはできないかもしれないっていうふうに思い始めた。はいはい、ダンボールまたね、うん、いってらっしゃい。あー、刈り上げの部分か、シルバーか、ありっすね。シルバーもいいかもしれないけど、もうおっさんだからな。解放おかえり、もう用事終わったの。あ、ごめん、もう消しちゃった、ごめんバンさん、ごめん。なんか Google でさっきのブランド画像検索したら出てきたよ、下の方に。申し訳ない、パンさん。金ね掴んだらね、成功したら服とかもめちゃめちゃこだわりたいんだけどね、今はそこまでね、こう身なりをね、身なりにお金かける余裕がないよ。色落ちちゃうね。今回持ってるけどね、この赤二度染めしたから、そろそろ入れないとなとは思うけど。白髪に見えないように。でも白髪多分似合うと思いますよ、僕。白髪好きなんで。あのね、グローブはね、実はリスナーさんが買ってくれるって。めちゃめちゃ嬉しいと思って。ワード買えねえんだろうつって。買えないっすね、今月。つって。あの、モチベーション上げないとダメだからって。俺買ってやるよって言って。どれ欲しいのか送ってっつって。6000円のやつと、1万8000円の、本当に欲しいの1万8000円のやつなんですけど、6000円のやつか迷ってますって言ったら、高い方買ってくれたっぽい。いいよっつって。こっちが欲しいんだろうって、本側のが、つって。あざーす！うわーっつって。うわーっつって。でも、今度送るって言ってもらえた。そう、本革のやつ買ってくれるって本当に嬉しいよね。前回もさ、10万ぐらいして支援してもらって、ウェアと上下高いのよ、ウェアって。上下とグローブとレガースって言って、足のすね当てとマウスピース全部一式、バンテージとか全部揃えて、そう、前回も支援していただいて本当にありがたい。やったーだよね。もうへたるまで叩き込んでやろうと思って、届いたら本革のくったくたになってんのよ、やっぱ道場のやつとか。だからもうシワシワにしてやろうと思って、叩いて叩いて穴開くぐらい叩いてやろうと思ってる。まあ、本革のグローブは破れないけどね。いや、めっちゃありがたいよ。勝てよって。ワード練習頑張れよって。狂ったように叩けよって。ふわっち来る人だよ。いや、もちろん、そんだけね、支援してくれる人だから、ヘビーリスナーですよ。ヘビーリスナーさんですよ。
グローブ育てたいよね。もうこんだけやったぞっていうの。グローブ見ただけでさ、わかるじゃん。マイグローブ見ただけで。何そのグローブってなるのよ、やっぱ。マイグローブでも使い込んでる人は。うん。月末にこれが届きます。あ、手袋？手袋ありがとう。え、何？本革のグローブじゃないの？これなの？これ毛編みの手袋じゃん。超楽しみだよ。ありがたいよね。で、あのグローブも聞いて、あのちゃんとしたいいやつ、タイのやつがいいんだって。でドレさんに聞いて、へたらないメーカーを教えてくださいっつったら、ドレさんが使ってるメーカーいいなと思ってた。他の人も結構みんないいいいって言ってて、格闘配信者が。総合格闘技のメーカーらしいんだけど、すごくいいよ、壊れないよって。モチベーション上がる。早く見たいよ。うん。クタンクタンになるまで使い込んでやろうと思ってる。黒と赤かな。黒と赤。黒ベースに赤い挿絵が入ってるっていうか、挿色が入ってるっていう。まあ、いつもの配色だね。だんだんパンチが切れてきたからね。20日の、見てよ、みんな、20日。プロの格闘家、マッハ道場って、桜井マッハ隼人さんっていう有名な選手がいるんだけど、その人がやってる道場があるの。そこにプロの選手で、ふわっちの配信者の原田さんっていう人がいるの。で、原田さんの枠で、金梅さん、ドレさん、トム・ソーヤ、池上さん、達彦、アメリカ人、俺で、企画やるんで。原田さんの企画なんだけど、しごかれてきますんで。みんな応援してよ。アンチがさ、和道帰れとか書いた時に、うるせえ、和道頑張れって。みんな書いてよ。なんかアンチに押されないで、和道頑張れ、もっと叩け、もっと叩けとかやってよ、コメントで。トム・ソーヤさんがなぜ呼ばれたのかはよくわかんないんだけど、なんか原田さんとトム・ソーヤさんがめちゃめちゃ仲いいらしいね。みんなちゃんとコメントで応援してよ。なんか空気で、和道ってファンいないんだっていう空気も変えたいから。うん。そう。もうアンチよりもコメント書いて。和道行こう行こうって。絶対勝とうぜ。そう、行け和道って。そうそうそう。やっぱ、あ、ファンいるんだっていう印象つけないといけないから。和道リスナー結構温厚な人多いからね。おとなしい人多いから。もっと表に出て。うん。あ、そうだ、ドレさんも来るわ。忘れてた。どれさんも来る。ぷっぷく食堂。うん。何時からだっけな。頑張って。応援して。ぶったたかれるから、毎回。和道いらないとかさ。へこむんだよ。配信は20日の、8時半だって、夜の。20日の8時半。20日の8時半だって。20日の8時半、見れる、うん、叩かれてるイメージない。いや、タワクに出るとすげえ叩かれてるよ。絶対見て、うん、ちなみにあれだからね、原田さんのところでアンチコメント書いてた。後で俺ブロック入れるからね。いるんだよ、たまに。ここではね、囲いコメント書いてて、タワクでね、ワードくっさとか書いてるやつはね、もう速攻ブロックだから。後日俺の放送見れなくなるから。何人それでブロックに封印してきたか。うん、そう、叩いてなんぼみたいな風潮になってるから、なんか新規の人とか見たら、あ、この人悪い人なんだとかさ、この人叩いていい人なんだっていう空気を変えたいから。いや、本当に本当に。サンドバッグより俺の方が叩かれてるからね。誰よりも叩かれてるから。人間サンドバッグだからね。いやー、すごいよね。裏表引くよね。へこむぜ。食堂が始め閲覧あるからやるとか。ああ、どうなんだろうね。
いや普通に格闘技好きだからじゃないの。なんか原田さんとのつながりもやっぱ持っておきたいでしょ、格闘家としては。あの人格闘家だからね、根はファイターだから、筋肉バカだから。リングないけど広いから、絵で見た感じだと広いから、あれくらいの広さがあるんなら全然スパーはできるよ、全然できる。確かにリングなかったね。リングって結構でかくないと置けないからね。リングってでっかいんだよ。だから東京だとやっぱリングあるところって珍しいんじゃないかな多分。あ、俺 ADHD っていう病気だから、実はね結構揺れてるんだよ。そう、そわそわじゃないよ。なんかこう揺れてたりとか、足とかねグラ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 してたりとか、どん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 やっちゃうんだよね。ADHD だから。じゃあ僕今日シルバーの中野のスタジオに行ってきます。お疲れ様です。今から移動します。お疲れ。あ、中野コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もう